はい、いつもながらですね、白馬乗鞍温泉スキー場に来ております、川銀ですね、リバーシルバーです、本日はですね、私にしては珍しく360度動画以外で、初めて、おしゃべりで、しかもライブで、動画の撮影をしたいと思ってます、なぜかと言いますとですね、本日はこの、アルタイホック125というスキーシューというギアのですね、説明を行いますので、多分おそらく動画中にテキストを入れてキャプションで説明するにはですね、なかなか足りない部分も出てこようかということで、お話をしております。このスキーシューアルタイスキーというものなんですけども、いろんなメーカーさんが出してます。日本ですと青森のブルーモリスさんですとか、ブラックダイヤモンドあたりも出してますし、かつてはですね、フィンランドのカルフあたりも出してました。はい、それで、基本的にスキー州というのはですね、森の中、あるいは丘陵地帯を、登ったり滑ったり、そういったものに、スノーシュー代わりに使って、なおかつ滑走性もいいというふうなことで、使われるようになったというか、ずいぶん昔からあるんですけれども、そういったものです。で、多くはユニバーサルウィンニングといいまして、通常 のスノーブーツなどにも付けられるような、ビンディング、スノーボードにつけるようなラチェット型のビンディングをつける場合が多いんですが、私の場合はですね、テレマーク用のケーブルビンディング、靴はですね、大昔に買ったアゾロのエクストレームという革靴で、セットしたわけですけれども、昨年ですね、五竜のナイターに持ってってパンパンのバーンで、死ぬ思いをしましたので、本日は、若干うっすらパウダーの乗った白馬乗鞍はですね、ゲレンデの底っこに未圧接バーンがありますので、そこを利用してレビューをしたいと思います。はい、ですね、ゲレンデにこれから向かおうと思いますけれども、ご覧の通りですね、このアルタイホックというスキーシューはですね、特に私の持っているアルタイホック125、ホックの125は、ソールにですね、このようなクライミングスキンが貼り付けられております。確かステップソールのものもあったんじゃない、アルタイはないのかな、スキーシューと呼ばれるものはですね、このクライミングスキンを貼り付けられているものと、それから裏側にギザギザの滑り止め加工をしてある、ステップソールの2種類が、あります。で、私はこのクライミングスキンのものを、選んだわけですけども、完全にこういうラウンドテールでこの長さですので、もちろんエッジングを要するような、クライミングスキン自体も厚さ1ミリ弱ぐらいありますんでね、エッジより上に、出てるわけですので、エッジングを必要とするようなバーンには当然向かないというふうなことです。で、キャンバーはシングルキャンバーなので、ペタペタ歩いて、走るというもんでもないし、なおかつ滑るということにおいてもですね、それほど汎用性は高くない、パウダーであるとか、そういったある程度こう沈む雪に適しているというものだと思います。じゃあこれからちょっとですね、装着したいと思います。これもですね、ロッテフェアの425という革靴時代のケーブルミンディングで、昔懐かしいというものですけどもね。はい、さて、着きました。こんな感じですね。スキンが貼ってありますので、前にはずれるけど、後ろには止まると。前には進むけど、後ろには止まるということで、登攀性能を、確保しているというふうなことで、坂でも登れるということですね。それじゃあ、ゲレンデに向かいたいと思います。もう全然普通に登れますが、果たして滑れるかどうかですね。
まあ、スキンが張ってありますんでね、滑走性は決して良くないですね。やっぱりこけるな、これ。よいしょ。ひゃ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 。やっぱりエッジングが効かないので、こけます。もうキョロキョロして、全然スキーが安定しないですね。非常に通常のスキーですと、新雪が乗った上がピステンされていて、まあ、バーン自体の状況はですね、絶好なんですけども、この状態でも、おそらくちょっとした斜面になると、私はちょっと今降りられる自信がないので、とりあえずちょっと、どっかの、新雪の乗ったバーンですね、探して、滑りたいと思いますけども、はい、若栗連絡コースのリフトの、降り場に、ついてますけども、ここまで来る間でもですね、ゲレンデをトラバースするのにですね、大汗をかいて、またさらに一回転倒しております。このようなですね、非常に理想的な圧雪バーンでもですね、もうなんせエッジがね、かかないです。こう、なんて言いますかね、これだけの太さがあって、ファットでですね、なおかつ短いので、曲がりすぎちゃって、なおかつエッジが立たないので、精度が効かない、非常に恐ろしいです。やはりですね。まあ。それでですね、前後差を広げすぎるとテレマーク姿勢が取れなくなるので、できるだけ狭くと思ってるんですけども、それでもこれくらいですね、バーンがですね、まあ、なんて言いますか、圧雪されてますとですね、やっぱりエッジがかからないんですね、谷足の。なので、前後差を広げないようにして、テレマークをしてもですね、なんせ怖い。なんせ怖いです。弱っちゃったな。ということなので、とりあえず、なんとかですね、里見ゲレンデの未圧雪コースまで頑張って、まあ、行きたいと思いますが、どうしよう、林の中入ったってこんな感じ、ボコボコしてるしな。で、プルークであれば、まあ膝をですね、うんと入れればですね、まあなんとかいけるかなと。まあそれでもこれ以上の傾斜になると多分プルークでも危ない。見てもらえばわかりますよ。エッジがね、立たないですよ。林の中入ってもいいけど、まあ、木にぶつかるのも嫌だから、とりあえずちょっと里見ゲレンデまで行きます。もうスキー始めたばっかりの子供みたいにですね、もう汗びっしょになって、コントロールが効かない怖さにですね、今ビビってますけどね。まあ、プルークならなんとか降りられますかね。いやいやいや、大変です。里見連絡コース来ましたんで、これで、里見中央ゲレンデ、まで行ってですね。ああ、ちょっとここら辺に未圧雪のコースありますんで、ちょっと入ってみますか。コースと言いますか。未圧雪の部分がありますんで、どんな感じなのか。まあ、下はですね、連日の、
それでも難しいな、やっぱり。よいしょ。これはやっぱ難しいな。よいしょ。ちなみにですね、私はこれでもですね、テレマークはですね、かれこれ30年ぐらい前から革靴細い板の時代からやってますけども、まあ恐ろしいです。よいしょ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 。はい、里見ゲレンデまで来ました。はぁ、やっぱり怖い。ですね、圧雪したバンはですね、テレマークターンよりむしろまあものすごいヘタッピーっぽく見えるんですけども、アルペンターンの方がですね、まだ降りられる。もしくはもうプルークファーレンってもうまっすぐ降りるやつですね。ターンしようなんて思わずに、プルーク姿勢でまっすぐ降りる。滑り方で、もう降りるしかないのかなというところです。で、この里見中央ゲレンデはですね、このまあリフト両側のですね、圧雪板の、左側にですね、未圧雪の斜面があるんですね。多分ですね、ここ数日、まあ、昨日はちょっと降ったんですけども、まあ、ほとんど降雪がなかったので、下が多分ちょっとガリッとした状態で上にまあ薄く乗ってるだけということで、まあ、そんな滑りやすくはないと思うんですけども、ちょっとあそこに入ってみようと思います。はい、リフト終点ですね。それじゃあちょっとここをですね、右の方に、未圧雪板がありますので、そちらに入ってみたいと思います。さっき言ったアルペンターンですね。よいしょ。まあ、通常スキーっていうのはですね、サイドカーブってものがありまして、まあ先端から中央部分に関して、まあ凹むような感じになってまして、で、テールの方にまた広がっていくということで、まあ、サイドカーブっていうんですけども、まあ、これくらい短くてですね、なおかつこれくらい幅が広いとですね、もうトップの方とテールの方で、斜面でエッジングしようとした時にかかりしろがなくて、もうひたすら真っ平らなんですね。で、なおかつ傾きも十分かけられないもんだから、もうとにかくエッジが滑るということですね。145のサイズもあるはずなんで、そちらはだいぶいいかと思うんですが、それにしてもこの125サイズは極めて大変ですね。さて、まあビビっててもしょうがないんで、ちょっとこの未圧雪板、入ってみたいと思います。どうだろう。まあちょっとじゃあ、下がね、多分あんまり良くないと思うんで、気をつけながら行きます。よいしょ。うわぁ。これは未圧雪っつっても、本当にボコボコ乗ってるだけだな。よいしょ。いや、テレマークなんかできないよ、これ。よほどふかふかの、下地のいいバーンでもなければ。これは滑れないんじゃないのかな。なんてことないバーンなんですけども。やばいな。よいしょ。テレマーク姿勢を取ろうにもですね、こういう感じですね。もうズル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 滑っていっちゃう。よいしょよいしょよいしょ。短いので、どんどん体が遅れちゃう感じですね。よいしょ。うわ。はあ。まあこのアルタイホックはですね、他のブルーモリスさん国産ですね、これのスノーハイクだとか、まあ、ブラックダイヤモンドあたりが出したスキー種に比べると、もうどうも極端にこのシェイプがファットなので、おそらく125のサイズだと、非常にターンは難しいなと。例
多分他のはもうちょっといいんじゃないのかな。これ大変だわ。よし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 。なんせバランスが取れない。よし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 。よしよしよし。滑る滑る。よしよしよし。うわぁ。いや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 。やりこっちゃ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。滑れる気がしない。まともに。よいしょ。よいしょ。よっと。よっ。よっ。よっ。よいしょ。よいしょ。これは。無理ゲーですね。はい。めちゃくちゃ。はあ、アルタイ125は、これは、滑れません。はい。止まれないもんな。そこの、この斜面をですね、トラバースしていくのも怖いんですよ。こう、板がずれちゃうんで、こういう感じですね。エッジングしようと思ったらどんどんずれていっちゃうんで、どんだけ強いエッジングをしようっていう話になるんですが、里見から若国までですね、帰る途中で、ちょっとですね、斜面っぽいところがあったんで、ここをですね、ちょっと、降りてみようかな。下はですね、クラスト状の上に、まあ、うっすら乗ってるだけなんで、まあまあ、そんなに圧をソールにですね、しっかりこう、均一に受けられるような、説明じゃないんですけども、とりあえずちょっとあそこの下の木あたりまで、どんな感じが滑ってみようかなと、ちょっと怪我しないように、滑ってみたいと思います。どうでしょう。うわぁ。まあ、こんなとこはせいぜいかな。よっぽど雪の状態がですね、良くないと怖いですね、やっぱり。やはり前後のですね、バランスの崩れがもうほぼ許されないという部分ですね。怖いです。もう一本滑ってみようか。どうよ。うぅ。よほどバックカントリーでも、くるぶしから最低上ぐらいまで、まあ、潜りながらターンするような、下地の影響をあまり受けずにですね、上の新雪の圧を感じながら、ターンできるようなところならいざ知らず、このようにですね、
下地がクラストしていて、クラストというのはまあ半分溶けて固まった状態ですね。その上にうっすら乗ってるだけですとね、もうほとんど上の新雪の圧というよりは、下のデコボコしたクラストした路面じゃないや、雪面の影響を受けてしまいますんで、大変です。はい、昨年度の上白のナイターに引き続きですね、白馬のリクラの方にやってきました。まあ、去年は上白のナイターですね、カリカリに、アイスバーンに近いような状態のナイターゲレンデだったので、大変なことになりまして、七転八倒して大騒ぎになって、もう嫌になっちゃったわけですけども、2回目はですね、1年以上経った、本日、アルタイホックでゲレンデ、それから若干宮里の番滑ってみたわけですけれども、ご覧の通りですね、パックされたバーンではもうトラバスすら、恐ろしいという状態ですね。これはですね、アルタイスキーのこのホックというスキーが特別そうなのかもしれません。他のですね、ブルーモリスさんとか他のスキーはですね、もうちょっとサイドカーブもあるでしょうし、あるいは125という短さですね、これがですね、とてもじゃないけども、本当にこう今日のようなですね、アルペンスキーには絶好のですね、滑りやすいバーンでもとても歯が立たないと、エッジングが効かないし、ひたすらずるずる横滑りしちゃうという状態に陥ってしまったわけですね。金額的にですね、大体ユニバーサルビンディングっていうラチェットで普通のトレッキングシューズとかでも付けられるようなセットで売ってるものですと、4万円ぐらいするわけですよ。そうするとですね、お試しもしてなくて、楽しいよというふうなことでこう手を出してしまうとですね、練習する場所すらないなというふうに思います。いきなり例えば、例えばここら辺で言いますとツアー系のウッドチップロードであるとか、こういう森の中に持ち出して、歩くだけ、もしくは緩い斜面は若干滑った転んだしてきゃ、はは楽しいねというのにですね、その金額を出すという商品性はどうよという問題になると思うんですが、私としては正直ちょっとお勧めできないかなと。他にもっと楽しくテクニカルにも遊べるものはあるんじゃないのかなというふうな気がしてしまいますよね。正直使いどころ、これからもどうしようかなというふうに思っているところがあります。はい、そんなところですね。結論としては、異論ある方いるかと思いませんが、私個人的にはですね、私買っちゃってるわけですけれども、おすすめはできません。少なくとも145とか、あるいはブルーモリスさんの若干サイドカーブがきついスノーハイクというスキーシューであるとか、そういったものを選択肢に入れるか、でもその前にはあらかじめ、試乗するなりして、お試しをしてから購入するのが、いいのではないかなというふうに思いました。以上です。さようなら。